妹よ、今日は戦車には乗らず、9月19日から始まるイベント、ボフェントアージェアーレコニング内のエンジニアボックスから登場する新車両、ドイツのティア級プレミアム重戦車、E77 さんの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この子は以前スーパーテストへの参加時に紹介させてもらったことのある子だけど、実装にあたってかなり性能に変化があるみたいだもんね。うむ。テスト参加時のこの子は、E75 さんより単発が低い代わりに当てやすい手法、E75 さんより車体走行が薄い代わりに前進45キロ、後進18キロという快速、って感じだったのに、その部分がかなり弱くされちゃってる感じなんだよね。ちなみに現在もアジア公式、北米公式、TANKS、GG さんとで、微妙に性能が違ってて、アジア公式では前進30キロ、後進12キロ、北米公式では前進40キロ、後進12キロ、そして TANKS、GG さんでは前進40キロ、後進16キロとなっちゃってるね。普通に考えると公式さんが正解のはずだけど、その公式さんが地域によって違うデータになっちゃってるもんね。うむ。そして過去のことを考えると、多分どっちの公式さんも違ってて、TANKS、GG さんが正解のような気がしちゃうんだよね。あう。ともあれここからは、E75 さんと比較しながら、ビシッと性能チェックといくとしようか。了解だよお姉ちゃん。手法は単発460-128mm 砲で、貫通は AP246mm、APCR311mm、リロード 12.8 秒で、DPM2156、モジュールダメージ165だね。E75 さんよりリロードが速くて DPM が高いのはいい点だけど、単発ダメージが70も下がっちゃってる上に、モジュールダメージも10を低いのは少しあれだよね。うむ。モジュールダメージは地味な部分だし、同格以上の子のモジュール耐久値は200以上の子が多く、165でも180でも一発で破損、二発で大破と操作はないんだけど、ギア8とのバトルでは、燃料タンクの耐久値が175の子が結構いるので、そういう子を一撃で燃やせるかとかで、微妙に違うんだよね。BZ176 さん、シコダ T56 さん、ブラスクさん、プロジェット46さん、EVEN90 さん、プレミアムな装輪さん、シコジーちゃん、SU130PM さん、このあたりの強戦車さんたちも、燃料タンクの耐久値は175だもんね。うむ。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.5 秒、精度 0.39、俯瞰8度、車体移動時と旋回時の拡散 0.24、砲塔旋回時の拡散 0.12 と、単発が低いにもかかわらず、軒並み E75 さんより悪い数字になっちゃってるんだよね。あわう。次に機動性に関しては、多分前進40キロ、後進16キロ、出力重量比 15.5 と、出力重量比が E75 さんの 1.5 倍ほどあり、グッド、と思いきや、ミディアム地盤とソフト地盤での接地抵抗がかなり悪く、E75 さんより明確に速いのは、市街地等のハード地盤だけになりそうだね。あう。でもミディアム地盤での実際の速度は、E77 さんが 33.4 キロ、E75 さんが 31.6 キロみたいだもんね。うむ。そして接地抵抗のせいで、ミディアム地盤では車体の旋回性能がかなり低く、ミディアム地盤での実際の旋回速度は、E77 さんが毎秒 18.4 度、E75 さんが毎秒 31.2 度と、旋回速度にかなり差が出ちゃってるようだね。あう。砲塔の旋回速度は E77 さんが毎秒25度、E75 さんが毎秒18度と、E77 さんの方が速いので、まとわりついてくる快速車両への対応力にはそこまで差はないかもだけど、やっぱりちょっとあれに思えちゃうよね。うむ。そして重戦車にとって最も重要と言っても過言じゃない、走行に関しては、まず自身の通常弾である、貫通 246mm の AP で狙った場合がこんな感じで、硬いことは硬いんだけど、E75 さんと比べると、車体が弱く、さらにキューポラが大きいんだよね。あう。E75 さんの強さのうちの一つに、隠した相手の圧倒的な硬さがあるけど、E77 さんの車体下部は、
そこまで硬そうじゃないもんね。うむ。E75 さんは適切に傾けると、車体下部ですら地震の通常弾や、貫通 260mm の APCR を防げちゃったりするけど、E77 さんの車体下部は、そこまで硬そうじゃない感じなんだよね。次に地震の近弾、貫通 311mm の APCR で狙った場合はこんな感じになるんだけど、砲塔正面は E77 さんの方がだいぶ硬そうになってるね。いいね、お姉ちゃん。E75 さんは、高貫通の子相手だと、砲塔正面を近弾で貫通されるのが結構辛かったもんね。うむ。E77 さんのキューポラも、E75 さんの砲塔正面ほどは広くないってね。それに片側だけのキューポラなので、地形によっては壁で隠すこともできそうだし、深く8度のハルダウンでもある程度隠せるようだからね。それから車体側面は 80mm と、E75 さんよりはだいぶ薄く、ぶため指示に隠しきるのが難しい。車体上部も E75 さんより薄いので、ぶため指摘性は何とも言えない感じになってるね。あとヘルスは1800と低め、視認範囲は390メートルと、E75 さんより10メートル短いけど、そこそこって感じだね。そしたら最後、まとめと言っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。E75 さんと比べて、砲塔正面が頑丈なのと、ハード地盤での機動性が上なのはいい感じだけど、照準関連の悪さ、ヘルスの低さ、車体の薄さ、ミディアム地盤での接地抵抗の悪さと、少し気になる点が多いところが、ちょっとあれに思えちゃうね。だね。さすがに得たものと失ったものが、釣り合ってない気がするよね。最後に、19日までの期間で、メキシコチャレンジというミッションがあるので、こちらもぜひぜひだね。ミッションクリアはそんなに大変そうじゃないけど、公式さんの HP でミッションを受領しないといけないみたいなので、そこは注意だよね。うむ。あとツイッチドロップも明日までのものがあるので、そちらも合わせてぜひぜひだね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。